どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。いや皆さん、今何のゲーム遊んでます？8月さ、すげえたくさんゲーム発売されたからさ、結構参っちゃってる人も多いんじゃないかなと思います。いやそれこそ先週いろんなゲームめっちゃ発売されましたけど、その中で一番売れたゲームはどれでしょうか？気になりますよね。というわけで今日の動画はですね、週間ゲーム売上ランキングを見てみんなでワイワイしようの動画となっております。ガンダムブレイカー4に、聖剣伝説に、ファミコン探偵クラブだとか、あとウマ娘のゲームなんかも出たり、スターウォーズアウトローズなんかも出ております。果たしてとんでもなくいろんなものが出てましたよね。ブラックミスウコン、それこそ日本ではパッケージ版出てませんでしたけど、パッケージ版出てたらどうなってたのかなっていうのはすごい気になりますよね。いやだって1800万本突破したらしいですよね。発売から3日で確か1000万本とか言ってたんですけれども、もうそんなに増やしてるかい。いやこれもこの勢いだったらもう2000万本もあっという間にいくでしょうね。まあ、その売り上げの多くは中国からっていう話がありますけれど、そんな関係ない、どこの国で売れようが問題ないじゃないですか。日本でだって相当売れてると思いますしね。そうなってたらまたちょっとね、いろいろ変わってきてたんだろうなって思うところもありますが、まあそんなに言うてもしゃあないんで、日本でねパッケージで発売されてるゲームの売り上げランキングを見ていきましょう。じゃあですね、まずいつも通り1週間のハードの売上台数から見ていきましょう。いやここもちょっと注目ですよ。このようになっております。ドン、読み上げません、ご覧になってください。任天堂スイッチは6万台中盤ぐらいでしょうかね。まあ、いつも通りに売れておりますと。全然売れますね。いやなんか任天堂スイッチの方も今月中に新しい後継機の話来るかもしれないっていう噂が今ふつふつと来ております。いやそして PS5 がですね、これ値上げが発表された週なんですよね。それでいてまだ値上げ実施前の1週間となっているんですよ。なので結構駆け込み需要みたいなところが大きくあったと思われる1週間なんですが、そんなに増えずですね、ここ最近 PS5 の売上台数って2万台から3万台ぐらいっていうところだったんですよね。まああんま変わってないですよね。いやでもなんか値上げ発表してから一気に一瞬で買えなくなりましたもんね。 Amazon でも買えなくなってましたし、なんか各種オンラインショッピングでは、オンラインショッピングって言い方、なんか各種オンラインのサイトでは買えなくなってましたから、いや多分値上げの発表と同時に引いてるところ多かったんじゃないかなっていう気もします。まあ駆け込み需要で買えた人買えなかった人いるかなとは思いますけれどもね。まあ、このような形になっておりました。で大切なのは次の週以降だって、値上げしてんだ1万3000円ぐらい、一気に売れなくなりますよね。今回の値上げが果たしてどれだけの影響をもたらすかっていう、来週の PS5 の売上データっていうのはかなり注目したいところだと思います。 PS5 もね噂来てます。あの PS5 じゃない、 PS5 Pro も噂来てます。今月のテレレレレに発表やるんじゃないかって言われてます。今月のテレレレレになんでそこ伏せてんの俺明日の動画でお話しいたします。さあではですね、ゲームソフトの売上ランキング見ていきましょう。やっぱそっちの方がねどうしても気になりますからね。私も気になってますので、さっさとランキングを見ていきましょうと言いたいところなんですが、今日もやっちゃいます、刑事チャンネル的どうでもいいランキング。皆様からいただいたお題にどうでもいい回答をして、どうでもいい時間を過ごすという本当に無駄な時間がやってきました。逃れられないこの時間。今回いただいたお題はこちら、 PS5 の値上げに伴い申し訳程度にアップデートされる無駄な機能ベスト3。はい、今話題にも出ましたけれども PS5 値上げされてしまいましたが、まあこんなアップデートが来たらひょっとしたらまあチャラかなみたいなのはあるのかないのか。第3位、10円セール始まったんだからチャラじゃね。始まってしまったか。そうなんだよね、だから PS5 買ってちょっと高くなったなと思っても、この10円セールで全部チャラにしておけばいいでしょ、ね、おすすめはねダイジェストもので。第2位で結局定価の作品の方がよく見える。そうなんだよ、結局さ、そのランキングとかずらって並んでるの、10円セールやってたら10円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 の作品ずらっと並んでるけど、その横の定価の作品がめっちゃいいのね。それさ欲しいみたいなね、お気に入りリストとか入れといて、いつか安くならんかなとか。第1位、うわこれ200円で買えると思っても無制限は500円だ。
だよ、200円で買えるの7日間の限定のやつかよみたいなね、これね、これファンゼあるあるじゃねこれ。びっくりしましたよね。もうお題完全無視で、だって始まってたんだもん、だってさ、セールが。お題くれたごめんね。好き勝手やっちゃったんだねこれね。はい、というわけでですね、刑事チャンネル的どうでもいいランキングは皆様からのお題で成り立っております。コメント欄に書き込んでいただきますと、来週以降のランキング動画で採用させていただくかと思いますので、どしどし書き込んでいただけるとありがたいです。さあでは改めましてね、ゲームソフトの売り上げランキング本もう何喋ってるのか分かんなくなってきた、売り上げランキング見ていきたいと思います。まあ発売されたソフトのラインナップは先ほど言った通りとなっております。どんなランキングだったか本当気になる今週は。では読み上げていきます。10位から。第10位、任天堂スイッチマリオカート8デラックス、売上本数9879本。第9位、初登場 PS4 聖剣伝説ビジョンズオブマナー、売上本数10068本。第8位、初登場 PS5 スターウォーズ無法者たち、売上本数10087本。第7位、任天堂スイッチ、任天堂スイッチスポーツ、売上本数10370本。第6位、初登場 PS4 ガンダムブレイカー4、売上本数13175本。第5位、初登場任天堂スイッチファミコン探偵クラブエミオ、売上本数25028本。第4位、初登場 PS5 聖剣伝説ビジョンズオブマナー、売上本数36906本。第3位、初登場 PS5 ガンダムブレイカー4、売上本数32518本。第2位、初登場任天堂スイッチウマ娘プリティダービー熱血はちゃめちゃ大感謝祭、売上本数37939本。第1位、初登場任天堂スイッチガンダムブレイカー4、売上本数52825本となっております。やっぱり強かったのはガンダムでしたね。ガンダムブレイカー4が初登場1位。いやっていうか今回のランキングめちゃくちゃ初登場のゲームだらけですよね。そんな中マリオカート8デラックスもうねランキングに食い込んでくるものすごい食い込みですよね。食い込みがすごいんですよね。食い込みがね。あ、10円セール始まったな。まあ、そんな話はさておきまして、ガンダムブレイカー4が、いやこれすごいですね、スイッチ版が52000本の、PS5 版が32000本、そして PS4 版が13000本 と、合計で、何暗算でも分かりますよ。全然暗算でもできますよ、パパパッと。でもより正確なものを、ね、伝えたいから私は今こうやって計算してますけど、何か問題ありますかね。暗算で飯食ってんだよね俺。暗算で飯食ってるまであり98518本です合計で。すごいっすね。でこれじゃあそのガンダムブレイカーとしてはどうなのかなっていうところなんですが、前作のニューガンダムブレイカーは PS4 版63790本という形で前作超えです。前作超え。やっぱりねスイッチ版出すって非常に大事ですよね。ニューガンダムブレイカーの売り上げをはるかに超えるような形で、なおかつ、もちろんこれダウンロード版入っておりませんからもっと売れておりますということで、ちょっとガンダムブレイカーこれ復活ですよね。ガンダムブレイカー4自体の評価はどうかというと、 Steam でも発売されていますからね、そちらでは非常に好評となっておりますし、Amazon レビューでは星 3.4 という形。まあ Amazon レビューは気持ちちょっと厳しくなりがちではあるよね。まあそんな中で星 3.4 ってどうなのっていうところですけど、まあ上々かなといったところ、なんか極めて悪いみたいなことはなさそうですよね。どうなの、そのニューガンダムブレイカーとガンダムブレイカー4両方を経験した人、なんかちょっと私あのプレイしてないから動画でもあんまりさ話題として取り扱うタイトルじゃなかったんだよね。だからぜひちょっとその双方プレイしてる方のその率直な意見みたいなコメントでいただけると結構ありがたいかもしれませんね、参考にするしたい人もたくさんいるかなと思いますし、まあ、あくまでも個人の意見としてという形ではあるんですけど、まあ、書いていただけるととても嬉しいなと思います。それ書く前にちょっとどうでもいいランキング書いてる、これ書く前にいやそっちの方を優先してください、ね。はい、というわけでですね、初登場1位だけじゃなくて1位、3位、6位がガンダムブレイカーとなっておりました。そして
初登場2位は馬娘のゲームでした。これも実質クニオくんです。だからこれクニオくんが、クニオくんが2位と言っても過言ではないダメかな。クニオくん熱血はちゃめちゃ大感謝祭だったら2位取れなかっただよね、だと思います。まあ、馬娘のパワーがあってこそのこちらだったかと思います。で、馬娘もちょプレイしてないんですよねこの売上ランキング1位に獲得してる1位2位を見事プレイせずに違うゲーム遊んでんですよ今ね。大丈夫かね刑事チャンネルと思うところですけれども、まあ、仕方ないじゃないね、それぞれ好みがあるわけですから。いやでも馬娘もやっぱり面白そうですよね。クニオくん好きだった私からしてもちょっと魅力感じますからね。決して馬娘の人気だけで売れたんじゃなさそうなような気はしております。でここに関してはちょっとね売り上げがいいか悪いかという比較対象がなかったので、まあちょっとこれはこれで、まあ、2位ですと、2位ですで締めたいと2位なんです、いいじゃないそれで、ね、それでいいじゃない。そして、第4位 PS5 版聖剣伝説ビジョンズオブマナーだけではなくて第9位には、PS4 版のビジョンズオブマナーも入っております。これね思ってたより私は売れたと思ってまして、いやどうなるのか全然わからなくて、聖剣伝説今ってどれぐらい売れるんだろうなんてちょっと思いながら見てたんですけど、いやこれね合わせてだってさ4万何がしもんでしょ。でこれいいのかどうかっていうのをちょっとシリーズというか前作聖剣伝説3トライアルズオブマナー、まあリメイク作品ではありますけどそれと比較してみたいと思うんですけど、トライオブ落ち着いて、トライアルズオブマナーは PS4 版が83,83本、スイッチ版が71,14本で合計15万本ぐらい売れてるんですよね。そうやって考えたらちょっとごめんなさい、前作よりも下回っているペースになっているのかなといったところでね、そのまあトライアルズオブマナーに関しては10ヶ月で100万本売れてるんですよ。いやあのリメイク評判も良かったからね。で聖剣伝説3って聖剣シリーズの中でもかなり売れた方でして、まあ思い出の人も多かったんですよね。で懐かしいなって言って買った人も多かったっていう、そういう強さもあってから、聖剣伝説3トライアルズオブマナーはとても売れましたが、今回の初速はちょっとそういう勢いはなかったかなといったところ、トライアルズオブマナー遊んで楽しかったっていう人がみんな一気にこれを買ったっていう感じじゃない、次につなげられてないんですよね。ちょっともったいないなっていうところはありますけれども、ただ評判いいんですよ聖剣伝説。プレイヤー数自体はね確かにさっきのガンダムブレイカーみたいな多さではないかもしれませんが、聖剣伝説のスチーム版の評価は非常に好評となっております。アマゾンレビューは星 3.6 となっておりまして、まあ、こちらも好評かなという感じがしておりますね。遊んでる私としてもねやっぱり感じるのはすごく丁寧に作られているなっていう感じがしますし、まあそれで言いながらも、まあ、ちょっとコンパクトにキュッとした感じで作っているっていうところもあって、まあ、現代のゲームらしいかって言われるとそうでもない側面もあるのかなとか、まあ、いろいろ思うところはあるんですけど、でもなんか聖剣伝説っていう IP を復活させるにふさわしい出来なんじゃないかなっていうふうに私も感じております。ね、トライアルズオブマナーみたく、まあ徐々にさらに売り上げ伸ばしていって、ぜひねこちらも100万本っていう大台達成してほしいななんて思っております。売れろ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 ね。そして第5位こちらも初登場、ファミコン探偵クラブエミオ25,000 本ですよ。いやすごいですね。なんか昔のゲーム今新たに作ってまたこうやってどれも売れてるっていうのはなんかこう感慨深いところがありますよね。しかもスイッチで出すのにファミコン探偵クラブなわけですからもう完全に今の若い子たちしかとしますよねこのゲームね。そう昔だからファミコン探偵クラブ遊んでた人たちをもうがっつりこう見定めてるわけですからね。もうスイッチ探偵クラブとかに名前変えたりしないんですからもうね。好調な滑り出しでね、だってさ考えてみて、そのコマンド総当たり系のアドベンチャーゲームだよこれゲームマジでって思う。そんなことありえます？だってジャンルとしてめちゃくちゃマニアックでニッチなものだよ今となってはね。いやでもファミコンの頃ってあんまりそういう認識なかったよね。なんかそのジャンルによってはマニアックだなとかマニアックじゃないなとかそんなこと特に意識したこともなかったけど、今改めてこうやってゲーム全体を俯瞰してみると、まあ相当マニアックな部類のゲームジャンルなんですけれども、それがこうやってね5位に入ってくるってこれがどれだけすごいことかっていうのをねちょっと感じちゃいますよね。やっぱりその昔からゲーム遊んでたりすると見事ファミコン探偵クラブエミオ初登場5位となっております。でそしてですね、8位にスターウォーズ無法者たちが入ってきております。これは1087本です。これは正直良くない
ですね。なんかそのここまでいやすごい売れてるねいいねとかっていう話ばかりでランクインしてるスターウォーズだけいやこれは良くないねっていうのちょっと本当なんか申し訳ないんだけどこれは良くないと思います。これ作ってる会社違うんですけどスターウォーズ関係のゲームでいうとジェダイサバイバーがあってそれが PS5 版 16,742 本なんですよね初週売上ですよ。って考えた時に、まあ、ジェダイサバイバーみたいな、まあ、ちょっとそのアクション寄りなゲームに対してこっちのスターウォーズ無法者たちはオープンワールドのゲームっていうことでゲームジャンル的にもかなり注目されるものでもあるっていう中でこの本数で終わってるのは多分正直結構厳しいんじゃないかなと思います。まあ今ね UBI ソフトさんはもう逆風吹きまくってるからねなんかこうよっぽどとんでもないゲーム出さない限りはだからその今の印象はちょっとね打ち破れないよなっていうような状況になっておりますからね。まあでもそんな逆風吹いてる中でスターウォーズがこうやってちゃんとランクインしてくるっていうところはそれはそれででもすごいのかね。まあスターウォーズのパワーっていうところだと思いますよね。まあいろいろ言われておりますけどこのスターウォーズ無法者たちはゲームとしてはかなり丁寧に作られてる部類だとは思います。グラフィックもね綺麗だしそう発売する前なんかグラフィック綺麗じゃないみたいなさなんかあったんだけど全然綺麗だったんだよねグラフィック。なんか昔のゲームだとか言われてたけど全然今のゲームですね。あれ10年前のゲームって言われるんだったら10年前のゲームすごすぎだろうっていうそういう感じになるかもしれませんけれどもね。まあ今嫌われちゃってるのでもう言われ放題という感じになっていますけれどもスターウォーズ、無法者たち第8位初登場となっておりました。さあというわけでですね、1週間の売上ランキング見てみました。ですね、じゃあ来週のランキングどうなってくるのかっていうところなんですけど来週も結構大きな波乱があると思います。今週発売されましたアストロボットが発売されておりますのとカプコンからは逆転剣士 1&2 が発売されております。そしてさらにはこれ日本で売れるのかな NBA2K25 このあたり の、まああの注目ゲームタイトルも発売されておりますので、ランキングに、まあ、ある程度入ってくるんじゃないかなと思います。ただねアストロボットいや私アストロボットすごい面白いなと思うんですけどただねなんかアマゾンの過去1ヶ月の売上本数とかそういうの見れるじゃないですか。あのアストロボットね過去1ヶ月で1000点購入されましたとかなんだよね。少ねーと思ってあこれちょっとねアストロボットそっかそういう感じかそういう感じかあんまり売れない感じなんかなどうなんだろうちょっとなんかこれでもめっちゃすごいゲームなんでぜひちょっとね売れてくれたら嬉しいななんて思っておりますけれどもね。売れるとしたならばパッケージも結構多く売れそうなそんな感じの予感のするゲームではありますけれどもね。まあひょっとしたら来週もガンダムブレイカーが1位を死守するかもしれませんしあるいはねガンと一気になぜかマリオカートがいやなぜかじゃないよマリオカートなんていつ売れたっておかしくない今だって売れてるわけ何が起こるか分かりません。来週のねランキングも注目していきたいと思います。そして来週のどうでもいいランキングはどんな回答が飛び出したんでしょう終わりです。今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。ひどいもうひどいわ今日も